チカチョウが映ってます。ありがとうございます。どうぞ。すごいね、小獣院ね。センバズルかな、ね、写真を撮るチカちゃん。染料箱でも入ってたのかな、ね、素敵。あー素敵。よいしょ。ねえ、そうね、来年寅年だからなのかな。見てすごい素敵。あーすごい。スズメだね。かわいい。撮ってる？あ、かわいい。家にあったら掛け軸で、ネズミと猫がアリを見ています。かわいい。あ、これサンマ。
笑ってるし、ねえ、お腹を抱えて笑ってる。あ、これ茶畑かな。あ、お茶飲んでる、ほら、かわいい。なんてかわいいんでしょう。あ、これはね、雨の中猫とネズミが、かわいい。お座布団で、かわいい。あ、かわいいね。古来は、え、ここ海であったことから苔と石が生まれて、海だったの、ここ、すごいね、す、え、山じゃんね、今ここ、え、海だったの、くだらく山へ出航する様、あ、くだらくとか言って言って、あの生き仏になるために、うん、あの海に出航するっていうのがあったんだよね、昔。すごい、そんなの知ってる、うん。それの山版ってことかな、なんか、うん、でも海だったんですね。ね、海だったんだね、ここ。そう、ふだらく都会っていうのは確か、ね、昔の修行の一つだけど、そのままね、仏になるっていうことだったんだろうけど、ね、ハートになってるよね、うんうん、かわいい、かわいい赤ちゃんが大きい、すごい綺麗、電線が残念、すごい。
小樹院はとっても素敵な場所でした。皆さんも京都に行かれましたらぜひ行ってみてください。この後も京都の旅は続きます。次回は染色保全森本さんで、まるで手品のような着物のお手入れを、拝見いたします。ぜひご覧ください。では次回も、次回お会いいたしましょう。